はい、こんばんは、パパゲイノです。今夜も一緒に乾杯しましょう。今日は缶チューハイ買ってきました。 CGC のプライベートブランドですね。たまたま帰りに寄ったスーパーでね、見かけて、あ、今日はなんかチューハイ飲みたいなとかって思ってね、買ってきたんですよね。レモンチューハイの素買って、それから炭酸買ってもいいんだけど、あれどっちの方が安上がりなのかな。実はあんまりコスト変わんないんじゃないかなって気もするんだけど、それよりもそうだよ。だからさ、あれでしたよね、缶チューハイだったら自分で全部調合した方が安上がりですよね。そうだよな、大五郎かなんか買ってきてさ、レモンはね、ポッカレモンとか入れればいいですからね。まあいいや、そんなこと。じゃあいただいていきます。今日は氷入りのコップも用意しておきましたよ。コップ、グラス、うん、こんなもんでいいでしょう。さて、それでは皆さん、準備はよろしいでしょうか。乾杯、お疲れ様でした。おお、うまいうまい、うん、これが飲みたかったんですよ。はあ、今日帰る途中でね、茂原に永田ドライブインってあるんですけどね、そこに寄りましてね、アジフライ定食を食べたんだよな。だからそれから特にね、炭酸物が飲みたくなったんですよね。やっぱりね、お腹がいっぱいでスーパーに行くと無理に買い物しなくなるっていうね、素晴らしいメリットがあるんですよね。今日つまみになりそうなもの、これしか買ってきませんでした。イカのネギ生姜、おかずやおつまみに。なんでこんなに寄っちゃったのかな。あ、でもうまそうだなこれな。じゃあいただきます。ちょ、これイカだよね。てか、なんだろうこれ、ちょっとよくわかんない。これはイカですよね。この、あ、これもイカか。材料がね、イカ、メンマ、生姜、ネギ、植物油脂、ブドウ糖、果糖というニンニク、醤油、うん、だとすんだゴニョ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 。このネバネバがよくわかんないな、なんだろうな。あ、まあいや、いただきます。うん、これなかなかうまいね。しかもこのね、缶チューハイのようなややジャンクな組み合わせがぴったりですよ。やべえな。今日メインチャンネルね、更新して、皆さんも見てくださいましたか？なんてね、今回、謝罪動画初めて作ってみたんですけどね。最初の初動が良かったかなとかって思ったけど、なんか止まったな。でね、謝罪動画、ナレーションアフレコにするか、現地で喋るか問題っていうのが僕の場合起こりましてね。できれば現地で喋って済ませたいんですよね。そうすると編集がむちゃくちゃ楽、量産できる。で、そのつもりで作ってみたんですよ。なんかね、ちょっといまいちなんだよな。で、試しに同じ区間、折り返しのトップ部分の動画に全部アフレコのナレーション入れてみたんですよ。そしたらね、まあまあいい感じじゃないかなって思えるようなものだからできたんですよね。だからそっちをメインにして、で、現地の喋りを入れたものを一応後半にくっつけて、よかったらどちらがいいか教えてくださいなって言ったつもりだったんですけどね、どうもね、視聴時間を見ると、この前半だけ見て、皆さんもうあと見てないような感じ、うん、まあそうだよな、うん、もしくはなんかちょっとだけ見てつまんねえとかって感じでやめちゃったんだろうな。もうほぼ間違いなく前半部分だけ見て離脱してますね、ほとんどの方ね。ちょっとアナリティクスはね、実際どういう風になってるかってまだね、グラフ出てきてないんですけど、明日か明後日ぐらいになればね、出て分かるから、それでまたね、様子を見たいと思うんですけどね。やっぱあんまり後半の離脱率が高かったようだったらね、もう後半カットしちゃうかなとかって思ってるんですけどね。 YouTube の動画ってね、後から一応編集できるんですよ。カットとモザイクかけだけね。本当はね、文字入れぐらいもできないかなって思うんですけどね、うん、結構後から間違ってること気づいたりするもんでね。うん、まあまあでもいいかな。まあとにかくやっぱりまずいシーンがあるってことに気づいた時の対応方法が用意されてるってことなんじゃないかなって思うんですけどね。フェマールさんのサブチャンネルは1000人いったようだけど、僕のサブチャンネルは全く増えません。ていうか、毎回ワンカパターン化してんだよな。ゴートベンツのバッテリー交換の動画を作ろうかなとかって思ってるんですけどね。ただそれもね、いつになるか分かんない。ということで今日もこれぐらいにしておきたいと思います。よし、じゃあこれ最後のね、ちょ、ということで、皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。で、この先にあります廃道や廃水道をね、
見ていただこうかと思います。あれ、ここ、こんな見晴らし良くなかったんですよ。さあ、そしてこのトンネルを抜けた先がどうなっているかと言いますとね、よいしょ、今度こそもう終点まであと 100m もないはずです。おお、でね、ここにまたね、今気づいたんだけど、香ばしいものがあるんだ。よいしょ。何これ。